週末、新幹線の距離に長期出張に出ている夫から電話がかかってきて、浮気しやがって、このクズ、と罵られた。全く心当たりがないので、怒りよりも戸惑いが勝った気持ちで、はぁ、浮気なんかしてないけど、と言い返したら、嘘つくな。今日、家で他の男とやってただろうが、と怒鳴られた。私は用事で、一日他県の親戚の家にいた。浮気なんて物理的に無理。夫は、今日、サプライズで1時頃家に来たそうだ。そしたら、部屋の中で、私が下着姿になってて、知らない男と深いキスをしていたんだと。夫は、そのまま家を飛び出したそうだ。ショックで家から離れたくなり、電車に飛び乗ってダウンタウンに出て、その辺をうろついた。で、電話で私に抗議してきたのが5時近くだった。私は、本当に浮気なんかしてないし、朝から親戚の家にいたよ。近くにいるから、なんなら電話に出てもらう？と言っても、全員そっち側の人間だろ。信用できるか。大体、自分から言うってことは、もう根回し済みなんだろ。と言い張って、聞こうとしない。逆に、じゃあ、私が浮気したって証拠はあるの？と言い返したら、俺がこの目で見た。だってさ、さらに色々聞いたら、浮気シーンの写真は撮ってないし、突然思い立って家に来たから、誰にも家に帰ると言ってないし、近所の人と顔を合わせたりもしてないそうだ。本当に家まで来たの？なら証拠見せて。と言ってみたら、俺の言葉が信じられないのか。と怒鳴る。私の言葉を頭から否定しておいて、自分を全面的に信じろとかないわ。しかも、親戚宅にいた私が、自宅で浮気の真っ最中だったとか、ありえない話だし。この後、揉めに揉めて、夫とは離婚した。私側は、夫に浮気をでっち上げられたことが原因。と主張して、夫側は、私子が浮気したことが原因。と主張した。私には、複数の証人がいたことに対し、夫には、証拠も証人もなかったため、私の主張が通った。夫は、私子が浮気した。とあちこちに言いふらしてくれたため、その分も含めて慰謝料をもらった。慰謝料は、弁護士代を払ったら、ほとんどなくなるような金額だった。なお、電話のあった日、家に帰ってから室内をチェックしたけど、不審なゴミや匂いなどの怪しい点はなかった。数年後、両親から、元夫が実家に現れたとの連絡があった。玄関にも入れず、父が外に出て元夫と話したそうだ。元夫は、離婚の原因になった私子の浮気は、誤解だったと分かった。実は、俺の弟が、こっそり合鍵を作っていて、うちをラブホ代わりにしてたんだ。誤解だったんだから仲直りしたい。とほざいた。父は、あれだけ、娘を足ざまに言っておいて、今さら何を言っているんだ。さっさと帰れ。と追い返してくれたそうだ。元夫のセリフが、どこまで本当かはわからない。元義弟なら、こっそり合鍵を作って、家に忍び込むまではできただろうけど。ラブホ代わりに使って、かつ、私に気づかれないように、綺麗に後片付けをしていったってのは、正直信じがたい。しかも、女を私と見間違え、男が元義弟だと気がつかなかったって、いくら動揺してたからってあるのか？仮に、元夫の言ったことが 100% 本当だったとしても、私は再婚済みだ。いや、たとえ独身だったとしても、離婚騒動の時に、散々罵られ、不倫女だと言いふらされたから、やり直すつもりは全くないし、今更心理はどうでもいい。